回転寿司に行った。ものすごく混んでいて、1時間待ち。電話をしようと一旦外に出て、また戻ろうとしたんだけど、その回転寿司は2階建てで、1F は駐車場でエレベーターなし。ちょうど階段を赤ちゃん抱っこした若いママが上がってきたので、自分が入る前に、ドア、自動じゃなかったを開けて待ってあげた。ママは、店内に入っていったけど、私の方はちらりとも見ず。もちろん、お礼も何もなく。自分の家族ならともかく、店員でもない赤の他人が。戸を開けて待っていてくれたら、何か一言あってもいいんじゃないの？ああ、仏心なんか出さなきゃよかった。だけど、正しいいいことをしたよ。それだけで十分だよ。子供が子供を産む典型だなーって思ってあげて。たとえ、家族でもお礼を言う場面では？店員だったらお礼を言わなくていいって、考えの780の神経もわからん。たこ焼き券じゃなくて、たこ焼き符が正しいかな？言いたいことはすごくわかるが、自主的に行った善行に見返りを求めるのは仏心とは言えない。やって損をしたと考えてしまうのは煩悩そのもの。見返りを求めちゃいけないかもしれないけど、ありがとうの一言だけでお互い気持ちよくなるのだから、その一言を惜しんじゃいけないだろ。蜘蛛の糸のお釈迦様だって、情けをかけた甲斐がなかったから、神田田を落としたわけで、見返りを求めちゃいけないなんて言ってない、常人なら当然とさえ思う。ただ、それは煩悩であって仏心ではない。言いたいことはわかると先に書いた。見返りを求めるのは仏心とは言えない。見返りを求めちゃいけないなんて言ってない、常人なら当然とさえ思う。ただ、それは煩悩であって仏心ではない。お前バカか。仏なら涅槃から出てくんな。生きている人間として誰かに親切にされたらお礼を言うものだろうが、見返りを求めちゃいけないなんて言ってない、常人なら当然とさえ思う。お前の仏心の解釈は誰も聞いてねえ。常人としての話をしてるんだよ、馬鹿仏様。お礼ありきでたかが扉開けたくらいで、仏心なんて言葉を持ち出すなよ。お礼はされたいものだし、そんなのはわかってる。善意でやって損したからって言えば流してるよ。たかがドア開けて待ってただけで仏心。しかも、礼を言わないだけで愚痴らずにいられないのに仏心。仏が慈悲に富むように情け深い心。お前の中の仏、安すぎだろ。単純に、なんこいつ？何か不審なんですけど。目を合わせないようにしよう。とか思われただけじゃね。待ってる間、鼻の穴膨らませて、噴水してたとか。